体調も元気、うん、体調はね全然元気なんだよ。頻繁に貧血の時絶対絶対ね、シンプルに食生活が悪いんですよ。まあなんでかって言ったら、舞台やってたじゃん。で基本なんだろう、コンビニか惣菜をめっちゃ遅い時間に食べてるわけ。もうこの時間よりもっと遅い時間とかにご飯食べ出したりとかしてたから、もうシンプルに絶対それなんだっけ、栄養のバランスが悪いだけ。うん、まああとね、やっぱり昨日の今日だから、もしかしたら体が急に終わったーってなった反動がドーンってバーンってきただけかもしれんけど、でもなんか何が辛いとかは一切ないんだけどね、シンプルな。うーん、おいしい。うん、私さ混ぜご飯美味しい、大好きなんだよね。うーん、美味しい。TCLR ってなんだその TCL なら知ってるけど。ね、今日は私自身はね、声出し解禁されて初めてだったんですよ。だからめっちゃ緊張した。お肉がしみる、おいしい。うん、ゆなのうちを持ってくれてる人もいたよ、一応。最初さ全然見つかんなくて、私のねうちは持ってる子が全然いないじゃんと思って、もうええー、みたいな感じになったんよ。だけど何人か後で見つけて、いたーって思って嬉しかった。でもやっぱ女性のコールはさ可愛らしいね。やっぱコールのキーがさ高いっていうんかな、可愛らしかったわめっちゃ。頑張って出してくれてるっていうのがあって、まあでももう男性のコールもあんま覚えてないんやけど。漬物かなんかかな、シャキシャキして美味しい。
まげこみ、うん、このハンバーグがめっちゃ美味しいんだけど。っていうか最近本当に怖いぐらい、ユナコールできて嬉しかったって、ありがとう。最近怖いぐらいめっちゃ米を食べるんだわ。なんかちょっと前まで夜は米の量をちょっと控えてたの。最近夜こそめっちゃ米食べてる。米で昼は麺が多い。そう、昼麺食べて夜米食べて。でも最近はちょっとパスタもよく食べてたけど、コンビニのパスタ。でもさ、終わって、あの、舞台が終わって帰ってる道の途中でパスタ買ってとかってさ、本当にもう最近さ、なんかもう常に食べてないと死んでしまうんかっていうぐらい常に食べてんの。なんかもう、なんか常に食べないと本当にダメなのって思うぐらいずーっと食べてんの。なんかもうずーっと食べてんの。でもずーっと食べてたらそんな絶対お腹すかへんやろって思うやん。いや私も思うやん。全然お腹すかん。やばくない？怖いんやけど自分で。マジでやばい。今日もさ、朝チョコスティックパン3本と半分ぐらい食べて、クロワッサン食べて、あとあの昨日ね差し入れでマイセンもらって、マイセン食べてん。ね、その後あのなんだあれ、なんだっけ、まあ、なんかなんだっけあれ、ないねね、なな、あのあれなんだっけ、ねえが朝食べたやつと、朝知らん、置いてあったやん作るのに、食べかけのやつ。今日は食べかけ何もないよ。あったやん、お菓子、お菓子、博多味みたいなやつの。ああ、だっけ、チキンラーメンみたいな。そうそうそう、ベビースター、あれをね、取ってないよね。ドーナツかと思って。あれを半分食べたんですよ。ね、今日はちょっと貧血気味ってんな自分と思って、あのコンビニに行って、あの鉄分、一日の鉄分を飲みしたんですよ。なんかでが、しかし、ディンディンガーやべ。しかし普通にね、普通に数時間前に弁当でそんなに食べたの。なのに普通にお昼過ぎにお腹がすくって、怖くない？もう怖いんだけど自分でも。ブラックホール買ってんじゃないかなって、ご飯の中、ご飯の中に、胃の中に、もう本当に怖い。食べ過ぎちゃう、怖いんだけど、どうしよう。ん？いや消化は早くない、消化は早いよ、消化ってるだけで。ほんと間違えられなくて怒られなかった。だって全然怒られなかったよ。ねえねえ、え、虫、え、ああ、何、コンタクト間違えられたけど全然怒ってなかったよな。怒ってないよ、ほら。何ん、怒らんかかって言われたけど、妹はすぐ怒るんで、怒りませんよ。じゃあね、もう2週間以上経ってたコンタクトやったから全然怒ってなかった。多分昨日開けただったらちょっともったいないやんってなるけどね。昨日開けたやつをさ、ここにあるやん、うん、でもね、もう私とは新しいの。最悪じゃない、自分が悪い、うん、でもここにさ2つともあったのわからなかった。ちゃうね、本当にボケ取ったよな、朝な。片方こっちつけたんやったらさ、うん、は見えんな、外してワクワクこっちつければよかったな。そのもうな、なんで新しいのって解釈がなかったんよ。だからそれもうねえのやった信じ込んどるけん、やばいやばい、もう焦った、見えへんと思って。逆にもうユモコのってつけてみたらよかったな。そのてかもうそのさ、妹のがあるってことすらもう忘れとったんやって。ほんとコンタクトしとるやん。意味わからん。本当に本当にボケてたんか疲れてたんか知らんけど、
本当にめっちゃ焦って、めっちゃコンタクト洗って、めっちゃアイボンもしまくって、どうせ行くのってなって、うちついに 目の病気になったと思って、めっちゃ1.5ぐらい変わるもんここで。そうそう、めっちゃ焦って、どうしようどうしようと思って、とりあえずもう新しいの、まあ、とりあえずメガネかけてみようと思って、メガネの方が度数めっちゃ低いやんか、全然見えんの、あのメガネ、見えるメガネの方がって、どういうことと思って、は新しいの出してみようと思って、新しいの出したよ、メガネ、メガネでコンタクト、うん、ピュピュってつけるやん、見える見える、よかった、病気じゃないと思って、よかったと思って、パッて見たら、あれこれもしかして、裏見たら印ない、あれここにもう一個ある、ねえねえ、見たら、ユーって書いてあげた、見たらさ、ユーナのさ、ユーガが書いてあ、こっち私妹もつけてたと思ってさ、一人で朝からコントやってた、やばいよね。でも姉ちゃんのあたふき、あの姉ちゃんの心の中のマジであまりの衝撃は本当に言葉では表せない。だって焦るかない？あ、そう、来た、 LINE がすごい来て、 LINE って買いましたどういうこと？めっちゃ焦ってさ、やばどうしようと思ってさ、やばいよね本当にね、マジでボケてたやと思って、疲れてたやん、昨日もやっぱ公演終わってさ、ホッとしたんだろうな自分でも、うんうん、そうそう、そういうことにしとこでも初めてやったけどな、そんな経験も、マジで、はぁ、あ、本当疲れたんだな。しかも場所でなんとなく分かるけど、今こっちや、うん、チミこっちや、それがな、ここにあったんか、そう姉の方、マリナの方が姉に近かったよ、で姉の方がマリナに、あめっちゃ間違えた、妹に近かったよ、近かったよな、うん、だから姉のやつ思った、でも絶対こっちの方にあっただけやろ、これこっちに来ることはないで、うん、そっち側にあったよだから姉は自分に近い方を姉のやと思って、うん、見ろよ、これ姉のやつ書いてあげたのに、ね、最近これめっちゃコロコロ変えるけんさ、やっぱさ表に書かんといかんのんやわ、ねえねえは、じゃあここら辺にシール貼っとったらいい、うん、開けこれ本当に開けてるね、でもこれそろそろ変えたら新しいのに、ねえな、うん、ずっと使えるな、うん、変えたよちょっと前に、うん、これ2代目、また2代目、いやその前はそれのやつじゃないやつ使っとったっけ、これで、うん、何年前、じゃあ、まあ、可愛くなさそうだ、おい、やめろよ、なんでなのか、なんでやねん、あんま使わなさそうだ、でもこのハイビスカスとかでうんあんま使わくないこれ、でもさ沖縄、めっちゃ剥がれそうちゃうそれ、え、何が漏れなさそう、可愛いのはダメ、うん、いっぱいあるのか、うん、あの黒白はめっちゃある、じゃあこれのドライどれがいい、じゃあ適当に言うね、うん、右から2番目、はいこれですね、どれ、うん、これ全部かわいい、ほら、うん、プリティーやと思う、うん、R と N どっちに貼る、これはチミの選手だ、じゃあ L の方がボコボコ少ない、うん、いった、オッケー、剥がれんよこれ意外と、はい、ほんまに、もうそれで妹子の方貼ってたらおもろいよな、それでねそれでねえのってもわかるわ、面白いな、うん、多少全然違うよ、だって妹のコンタクトしてテレビがちゃんと見えんかったもん、うん、えーってなった、今つけとん妹子も弱い、あそうなんや、次のママに頼んできたけんさ、それまでにどうせ使い切らんとさ、うん、上のつけちゃうともう下に戻れんや、そうなんよ、だけ下の使い切ってから次のドス上げようと思って、これ姉ちゃん目悪すぎてさ、もはや逆にさ開けてない、あんまり、うん、でもあれが入っとるけ弱かったらもっと見えくなるらしい、うん、こうなっとるけ、姉ちゃんシンプルにドライアイすぎて見え目パッサパサやから、ずっと目薬さしてるイメージある、うん、もううち目薬の適用回数なんて通り越してるもん、めっちゃさすよな
うん、だ今回の舞台とかスモーク焚きすぎてめちゃくちゃ乾燥しまくってたから喉も目も乾きまくっててパッサパサやった。特にさこうやって目をよく開けるやったやんねえね、うんうん、リアクション的にへえみたいな感じするやん。もうコンタクト取れそうになるやんほんまにやばかった。めっちゃ米おいしかったね。のハンバーグめっちゃおいしい。3分の2食べたけどこれ1食べていいよ。あ、めっちゃおいしい。こっちの米やけど残ったら、うん、こっちはあーにの米やった。ん、混ぜ込みやった。混ぜ込み全部食べた。上のなんか肉らしき乗ってただろう。あ、全部食べた。ちょっと残してよ。ごめん。おいしかった。美味しかったよん。よしよし。TCL のアフタートークイベント全日で参加って、ああそう3月4日とかだったかな。ね、3月4日とかだったよね。そうなの。発表になってびっくりした。そう、あのゴタンダタイガーさんのツイッター見て、え、私参加すんねんやと思って。そう見て、姉ちゃん、あ、姉ちゃん出た。自分がさなんかさすごいな、最近自分でも思うんやけどな、あんまりなんか自分のことな名前で呼ばんくなってきたなって思わん、うん、まあ家では基本さ自分のことさもう姉ちゃん呼びやけんさあれなんやけどさ、なんて呼ぶん？自分かうちか私。もううちは昔から言ったよ。あ、そう、今もともと自分のことをうちって読みよった。でもうちが変って言われてクラスメイトにってなってしゃあないからやめてんけど。そう、あ、でも親と喋るときはゆりなやな、うん、でなんかそこに妹とか弟とかあったら自分のことはお姉ちゃん呼びやけど、家族でおったらそう自分のことをそのお姉ちゃん呼びするけど、それ以外割とあんまりね、外だとね本当私とかうちとかがめちゃくちゃ多いなって。私はわかるな、とっさになんか言えるようになった。うん、私とかうちとか自分も多いな。ショールームとかたまに自分ってめっちゃ自分のこと言われる気がする。自分は硬めっちゃ硬。でも自分呼び結構ねするわ。僕あんまり自分のことを名前で呼ばんくなったな。っていう感じね。成長感じるわってね、今日さ、ま、あのツインテールやったんよ。でな、それであの前髪上げてみた。ショールームをねしてなかったけん、そう、それでここにピュッてしまってもらった。メイクさんに自分でめっちゃ頑張ってやんりょったんやって、こうやってそなんかすごいピョーンみたいなの撮ってでなんかそしたらメイクさんが「やっとあげるよ」って言ってやってもらったんよ。前もあったよ、しまってもらった。なんか私がもうちょっと美しい顔してたらさ、こういうのでもさ、こういうのとかもいいやんな。このさ全部こんなみたいに全部上げてたら顔でかく見えるから、じゃなくてこのちょっとだけこの辺だけな、ちょっとなんかうちがいつもやる時みたいにこうビシッって横毛じゃなくてこうニュアンス的にさちょびっとだけさスススソって出すのがさ似合うのがいいんよな。ほんとになんかそれいいやんな。何、私の妹が〇〇県って言わんって。うちの妹はな標準語でな話すな、めっちゃ標準語、だいぶ標準語に近いで、言えないより全然なまってないもん。周りの友達に合わせな、そうなんやって、
そうなんです。だからこの我が妹はあの周りに合わせてちゃんと喋るタイプですね。あのよくほら自分のチームメイトのメンバーももともとなまってないっていうメンバーもおれば、地元に帰ったらある程度なまるよっていうメンバーもおって、でこっち来たらなまらんっていう人が多くて、妹はな結構ねやっぱ周りの人がそうっていうのもあるし、まあなんていうのかな、そうそうそう、やし、そのなんていうの、なんて言ったらいいのかな、あの、まあ、関わる人的に標準語で喋らないといけない環境にあるから標準語で喋るようにしとんですよ、わざと。やけんだいぶ少ないな、こう家で喋んよってもな、なんかたまにイントネーションおかしいしな、逆にな、変なイントネーションで喋んよるよな、多分それ標準語、いや標準語じゃない、なんかなまっとる言葉を、なまっとる言葉を変なイントネーションで喋んよってたまに。え、そうそう、なんかな変な、なやけんゆうなたちが自分でこうやって夜イントネーションじゃない、言葉は一緒やねん、言葉は一緒ないけどイントネーションはちゃうんやって、その喋り量たまにだからんって思うよ、自分が、自分がって言いながらな、うん、そうかな、うん、そうそう思ったりするだからめっちゃ不自然ん、ねえねえのめっちゃ変な気持ちになるなんかよくわからん、よくわからん標準語とか喋んのるしよくわからん標準語って何、なんかすごい、いや標準語なんか標準語喋んのるけん、なんかな変な感じするわ。でもねえねえちょっと関西入ってる。あ、そうやな、それめちゃくちゃその通りやと思う。あと、もうゆいなもうちょっと標準語で喋ってるからさ、え、でもな、でもな、このショールームとか聞きよって思わん、からとかねとかめっちゃ使うようになった、さとか、いや、聞きよったらわからん、めっちゃ使うようになった、今まで目は増えると思う、きつく聞こえるやん、そうな、だけんな、メールとか文字になるときってあの、ほんと基本的語尾がなあなんやって、だから予測変換とかでこうやってバーって文字打っちゃるやん、でそしたら漢字変換とともに語尾がなねって打っても漢字変換で絶対その変換した時になって語尾が絶対変わってしまったんやって、なんかもう一回消してねに書き直しちゃうような、文字で書く時は絶対にもう初期の頃は結構そのなのまま送んよったんよ、まあなんか方言がいいってされとったけんそういうのもあってなっていうので送んよったんやけど、やっぱ文字に なってなって送るとすっごい上から喋んよるというか、なんか厚かましいというか、なんかこうちょっと気に触る人からすると気に触るようなやっぱり見え方をするんですよ、捉え方にもよるんですけど、やっぱどうしてもその見え方があるからなるべく意識してメールもね、語尾をねに変えて喋んよったらさ、別にさなって言っとっても分かるやん、ニュアンス的にな、やけんまあいいんやけど、文字ってなると受け取り手によってだいぶ漢字が変わってしまうっていうのもあってねって打つようになってる。でもただ変換、漢字変換したらなぜか知らんけど語尾がなになったんやって、なんでなって思うんやけど、いつもね、時間ない時はだから漢字変換した時に語尾が勝てんなってなったまま送ってしまった時もたまにあるんやけど、基本その漢字なんとかなんとかだねとかって送っとったとするやん、でもそれ漢字変換するやん、そしたらそれでなんとかなっなっとって、それを消してねに変えて送んよるかな。うん、まあ、剣とかはな、あの別に可愛いって言われる剣変える必要はないかなと思っとる剣、まあまるまる剣って送るんやけど、なに関してはあのすごい、それはねもう自分も体験した、やっぱり人にその自分はそのなっていう出身やけんいいんやけど、やっぱり人によったりとかその時のその人の気分によってはなってやっぱあんまりよろしくないなって思ったよ。その自分がもらった時とかそのコメントとかでもやっぱりなんとかなんとかなって送られた時に、やっぱ自分のその心に余裕がない時とか、あとそのなんだろうな、メッセージとかにもよるんやけど、その人は良かれと思って言ってるようなことがこっちからするとちょっとこうなんていうのな、えって思ったりとか、やっぱ語尾によって受け取り方ってすごく違うんやなって思ってっていうのがあって、メールとかツイッターとかはなはやめました、ねに変えました。
だってなんとかかんとかセナ、え、標準語って何やろ、なんとかなんとかセナしないと、あしないととかやんか。でもなんとかなんとかセナって文字で送られてん、こういうコメントショールとかのコメントで、そんな早くセナって送られたらなんかこう、まあ、別にこれに関してはなんだろう、なんかいい例えがちょっと全然思いつかんないけど、思いつかんないけど、で絵文字も何もなかったりとかしてこうやった時にやっぱりね、なとかあのその自分のな、香川でもあのノーって言ったりする人もおるんやって、あのうちはなって言うんやけど、なんとかやけんノーっていう人もおって、ノーとかなとかって受け取り方に関してはすっごい上からものを言ってる。例えば文字が、もしその売ってる文章がそう捉えることもできる文章だった場合、まあ、例えばアドバイスとかだったとするじゃん。でもそれだった場合、受け取り方によってはちょっとこう上からものを言ってるように捉えられる人もいるじゃないですか。特にやっぱり私のファンの人って地方民より、まあ、やっぱり関東圏の人がすごく多いわけじゃないですか。でやっぱりまあ例えば、うん、そこまで知らなかったり分からんかったりとかする人がもしメール取ってくださったりした時に、やっぱりねちょっとね、なんかうんって思われたら、せっかくお金払って取ってくれてるのにさ、ちょっと気分を害されるのは申し訳ないなと思って、そうちょっとやめたんなっていうのは、ただちょっと予測変換でどうしてもなが出てきてしまうんで、もしなって送れてしまってた場合は、あゆりなちゃんな消し忘れたんやなと思ってください。わざわざねって言ったのに変換でなって変わるから、もう一回消してねって打ち直してるんですよ毎回。そう、なんとかやなとかってよく言うんや、いいな、文字とかでも、そうそう、メールとかなんとかやなとか、結構なんとかやなビッグマークとかってよくするんやけど、それをよくね、よくね、あの書いておりますんで、はいあれなんですけどなかなか難しいなってそう思いますね、うん、そう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 、そう、それよりも漢字が変換が違う。あ、もうそれはね、急いでね、あの急いでメール打ってる時ですね、急いでメール打ってる時は本当にあのすごい漢字間違いが多いですね。あの時間がある時、あーまた漢字間違いしてると思って消して直すんですけど、時間がないからバババババってペペって送ってるから、よく誤字脱字がすごい。そう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 、メールメールとか言ってね、急いで送ってると、なんか何言ってんのかもう分からん分からんような分が届いたりしますけどねえ、本当に面白いよね、自分も自分にびっくりしねえ、本当にやばいよなあ、本当優しいわ、みんなありがとうございますありがとうございますそう言っていただけて嬉しいでございます、本当に。いてててバキバキっつったら、ダメやん、それに影響されたのか自分も5時増えたよって、それはダメやろ、逆ちゃうんかい、逆ちゃうんかい。あ、ダメって、今日改めて思ったけど全然はセクシーすぎかよ、だって、嬉しい、ありがとう。怖いの虫、なるちゃんとしたって虫、あー、なるがいつもはバケットだけんか、そうなのね、ゆりさんポジションだったんで今日は、そう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 、ひび割れた鏡がね一緒だったの、すごい不思議な感じでした。そうそう、
あ、そうだ、明日はね、ほら配信あるから、フラッシュさんのね、よかったらぜひぜひ、明日は配信やりますんで、ぜひ。そう、フラッシュさんの、そうなんです、裏表紙をね、初めてです。私グラビア今まで結構何回かさせていただいたんですけど、あの裏表紙だったりとか電子版の表紙とか、結構メンバーなってる人すごく多いんですよ。なんか初グラビアとかで結構電子版の表紙やらせてもらいましたとか、結構メンバーの中ではすごいいたりとか、裏表紙何回もやってたりとかする人もすごいいっぱいいるんですけど、私ね、実はなくて、今までそういうのがいろんな、結構あの出させていただいたりはしたんですけど、なくて、今回初めて裏表紙、あ、表紙が誰かは知ってる？あ、出てるっけそれ、ちょっと分かんないけど、あ、出てるんだ、あ、そうそうそう、表紙はゆいゆいで、裏が私でっていう感じになってるんですけども、すごく嬉しいです。えへへ。まあよかったら、プラチナフラッシュさんと普通のフラッシュさん、あの今回2つ出させていただいてるので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。あ、そうです、2人で同時で撮影してたけど、撮影場所はバラバラでした。スタジオはバラバラで、そうなんですよ、バラバラのスタジオで同じ日に撮影してました。そうそうそう、そう、っていうかめっちゃ話は変わるんだけどさ、なんか最近みんながさ、いやさ、スタッフさんに言われてさ、みんなさ最近さ、欲毛をさ、なくしてんだって、え？いう話になったんよ。ね、なんか、そうなの。そうなの、なんか千葉襟も触覚切ったみたいな。って聞いて、なんか最近みんな、触覚をなくして、すっきりさせてるらしくて、仰天もなくしなよって言われて、いやちょっと無理ですよってでも私の年齢でがっつりあそこまで触覚がある人って少ないなって確かに思いました。そう、なんか確かにみんな触覚があってもこういう触覚じゃないじゃないですか。なんていうの、こうニュアンス触覚、例えばこうこういう触覚、ここまでしかなくてこういう触覚だったりとか、こうやってこういう触覚みたいな、私みたいにがっつり触覚みたいな人って本当に少ないなって、思って、そう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 、なんかあね、確かになって思うんだよな。でもね、触覚がないと私はちょっとフェイスがさ、ちょっと自信ないから、もうショールームぐらいだったらいいよ、こんな顔全開にしてさ、全然できるんだけど、全然できるんだけど、ちょっとみんなの前に立つのはちょっと無理触覚ないと無理。でもなんか触覚がない方がスッキリはまあ確かにするんだろうなって確かに思うんだけど、ちょっとそこまでのね、自信がないんだわ、顔にそうなんですよ。でも私がね、なんだかんだめちゃくちゃ言われるのはマジで前髪をなくせって言われる。なんか前髪をなくして、なんか、なんだろう前髪をなくすにしたとて、なんだろう、どういうのがいいのかな、なんだろうね、前髪をなくしたとって、八の字前髪みたいなのとか、いやでもなくな、私なちょっとな似合わないんだよな、それがちょうどあれなんだよな。
どでもなんかちょっと横毛に関してはマジでちょっと工事したいなってずっと思ってたんですよ。そうなんかなんでかって言ったら今前髪を前髪が昔めちゃくちゃ多くてそれをずっと伸ばしててやっと今ねこれぐらいの長さになってるのかな、うんうん、これぐらいの長さになってるんですよ。その前までもっと前髪の量がすごく多くすっごい少なかったのめっちゃ増やしたんですよ。そしたら多すぎてまた減らそうと思ってで伸ばしてる今期間中なのだからちょっとこれずっと言ってんだけど伸びきってから改めて前髪の形を変えた方が伸びきってないのに切っちゃうとちょっと変なことになっちゃうからまあそれをすごく待ってて自分の中でねそう今それをすごく待っててあれしてるんですけどなんかさいやちょっとめちゃくちゃ迷うんですよね。なんかねどうしようかなって感じでも我ながら触覚がないと生きていけないんですよね。ね昔ね前髪がねすっごい多かった時はねそれこそねお話し会とかはねあなかったんですよ実はねこう見えてねちょっと今探してるんでちょっと待ってください。あ私が言ってるね八の字前髪ってこの時のこんな感じの前髪ねちょっとねピンボケしてるんだけどこの八の字みたいな。でもこれをやると何があるかって私めっちゃ顔でかく見えるの本当にびっくりするぐらい急に顔がねボーンってなるの。もうこれはなんか自虐とかじゃないのマジで自虐とかじゃなくてこれはもう臨床結果が出てるんですよ。だからちょっとやめた。私の前髪がねすっごい多かってさあれした時のやつがないんだけど。私消したかもしれんもしかしたら。あれないね。あれないね本当に。今インスタ見てるんだけどさこれ消したやつかもしれない。消してもないかも持ってないかもしれないな。これここにはあれそんなめっちゃ声カスカスなんか前髪がすっごい多かった時にすっごい多かった時に前髪が多いで横毛でこのなんていうのこのもみこを出してたんですよずっと。だけどそれがあれだなと思ってでなんかこう三段活用みたいにしてたの。この横毛がほんと一番ここ短くこれぐらいの長さでこっから一本出してこのもみ毛も出してっていうなんか三段活用みたいな髪の毛をしてたんですけどその時めちゃくちゃ前髪多くてそれこそ数年前のカウントダウン TV の時とかそうなんですよ。前髪めちゃくちゃ多くてていうかこの時切ったこの時切ったんじゃないなこのねなんかね確かねちょっと前の時に切ったりとかしてるんだよな。一回ね多くなってんの M ステの時に出演する前に前髪の量増やしたんですよ。切ってもらって増やしてっていうのをしたんですよね。なんか三段活用の分かんなかったこれとか分かりやすいんじゃない。このみんなインスタの写真見てほしいんだけどさこれさわかる？ほら横の毛が短くてちょっと長いのが生えててみたいなこの三段活用みたいなこういうのをやってたんですよ。でもあまりにも前髪の量がちょっと多すぎてお話し会じゃあね前髪ねでなくて横毛しまったりしてたんです。あほらこんな感じで見て横毛がないの。ほら横毛がねないのこの時。そう
なんかこんな感じにほら横毛をしまってる時もあった、実際に。けどやっぱり前髪がちょっと重たいなってなって、重たいなってなって前髪を減らすことを決意して、こう今ちょっと前髪を減らして、でなんかなんて言うんだ、あのなんて言うんだ、あのしてるんだけど、やっぱあんまりな、私前髪重すぎるのはね良くないなって思った。なんでかって言ったら、私の顔的に縦より横の方が広いんですよ。だから縦の空間っていうかスペースがないと、うんみたいなになるの。だから若干でも重い前髪よりか束感が若干ある前髪の方が縦のラインがあって多分いいんだと思うっていうの思ったから、若干のシースルー加減と、いや今の前髪割といい感じだとはね私は思うんですよ、量はね。ただ横毛なんですよ、もう問題は横毛、問題は横毛で、もう横毛の形を今流行りのこういう横毛にするか、なんかでもあれって巻かないと変なんですよね、横毛がこう巻いてるからうまくあのいってる感じあるじゃないですか。だからストレートにした時になんか絶対変やん、こうなってるやん。自分で私髪の毛負けないから、もう一生悩み、もう一生。なんかでも確かにな、自分でもなすごい前髪と横毛のせいで損してるんだろうなって思う時もまあ確かにあるんですよ。イメチェンをしなさすぎて、なんか結局自分の良さを若干殺してしまっている感も否めないなって思ったりもするんだけど、もう何が似合ってんのかがもう本当にわからん。でも私自身触覚あるのすっごい嫌いなんですよ。だから仕事とか終わったらすぐ触覚しまっちゃうの。すぐ触覚しまっちゃうの。触覚ねちょっと邪魔なんだよね、視界に入っちゃって。だから視界ね、触覚がないのが一番いいんだけど、ちょっと触覚がないんだね、ちょっと無理なんだよな。なんかどうしてもね触覚がないとね、顔がねちょっとね、なんかね顔がねちょっと残念な対象になってしまうんですよ。なんかねちょっと本当に目がかゆいんだけど、今日もう鼻水やばいし目かゆいし、あの花粉症なんだけどさ、そうだからさ、なんかさ一番いいのはもう私のとっても理想を今おしゃべりすると、まず横毛さんはあってもここまでの横毛がいい。前髪があるじゃん、そしたらこういう横毛、ここまでしかない横毛さん。でまあ上げても OK、 上げなくても OK みたいな 2way の前髪パターンね。なんかしかし私はねそれをしてはいけませんのよ。うちなんか結構たまによくショールームとかだとあのないこと多いじゃん、横毛が。でこのさ短いのだけピョンピョンってなってる時よくあるじゃん、あれなのよ。だからそう、横毛をなくしたらあれになるんですよ。このこう前髪があったらさピョンピョンって横になってるこのやつたまにやってんじゃん、うちショールームの時さ横毛がなくて短い横毛しかない時みたいなあれじゃん。変じゃない、めっちゃ。そうなの、変なんですよ。そうなの、変なの。だから理想と現実だよねこれが。だからやっぱうーんってなるじゃん。ってなったらもう結局このいつもの触覚に収まる。結局ね、なんかね、なんか結局いつもの触覚に収まっちゃうんですよ、どうしても。10代の頃は触覚なかったです。私ただのパッツンでしたもん昔。うん。そう。なし、私の場合は
すごく、あ、なんて言ったんだろう、骨がゴツゴツしてるんですよ、顔のね。だから、まあ、ここの頬骨が出てる人でも、ここの骨が出てなかったら、ここまでのこういう形のやつでここさえ隠せばすっごい顔がキュッて見えるんですけど、私の場合ここもここも出てるから、ここもここも隠さないと綺麗に見えないんですよ。ってなると一番やっぱりこの 11本の触覚が一番漏れるんですよ、自分の中で。ここまでの触覚にすると、逆にここは隠れたとしても横のラインが強調されて、結局横がでかく見えて、でここが結局余計に目立つんですよ。だからもう本当にダメ。だからもう私はどうコンプレックスを隠していいように見せるかっていうのがすっごい困ってて、そう、もうね、それが一生わからなさすぎて、あの触覚11本って言ったやつ作りすぎやろ髪の毛やん、ただのそれ間違えた、髪の毛1 間違えちゃった、恥ずかしい。からそうなの、だから私はね、顔が三角形の三角定規みたいな顔の人がすっごい羨ましい。三角定規みたいな人ってさ、ここがこうピカーンってなってるからさ、ここさえ隠せばさ、めっちゃ顔ちっちゃく見えんの、ここの上だけ隠せばね。だからこういう形の顔の人めっちゃ羨ましい。だってこういう形の人さ、ここさえ隠せばめっちゃ顔ちっちゃいやん。でもこういう形の人ってさ、ここもここも隠さないの、一生顔なんてちっちゃく見えへんから。こういう形の人でさ、顔の重心上にやったらいいんだよ広がっとったら意味ないこんな感じでだから私はすごい、三角で下重心だったら可愛い。あ、もう三角すれば可愛い。わかる、三角形の人でデコ広い人はマジで漏れると思う。だって前髪を重くすれば、下重心は本当に可愛い。デコを上げなければめっちゃ顔ちっちゃいからな。そうなんだから、顔が上にか思いっきりこう丸顔でもこうなってるのか、顔が下重心だったら誰でも可愛いよ。え、わかる、めっちゃわかる。くそいや、ねえちゃんデコ狭いってねえちゃんデコ狭いやん、どっちかって言うと上重心やがな。え、そう、うん、だって下重心の人はもうだってデコがここぐらいまであるよ。割と中心に全部近寄っとるよ。あ、まあね。でもさ、デコ広い人って言ったらこの辺ぐらいまでデコじゃない、ね、ここに目ついてんねんで。デコ広いのに散らばってね。いや、デコ広くない、普通やで。普通や、いや、大丈夫、普通やで。言っとくけど、姉ちゃんはいろんなデコを見てきたよ。だっていろんな人がいっぱいいるもん、アイドルは。でも見てきたから思う、大丈夫、普通それは。ただお姉ちゃんのデコは確かに狭い、でも広くなったよ。広くなったよな、ハゲたんかもしれんだってハゲる以外に広くならんもんな、うん、ほんまに広くなった。もっと狭かったんやで、やばくないマジで悲しくなっちゃうよね。いいんかな悪いんかな、どうなんやろうね。でも丸顔の人ってさ、年いったらさ、おもながなるけんさ、ちょうどよくなるじゃない。ね、いいや、もうこれ以上長くなったらこうなるやん。長い人さらに長くなるんやから。いやいやいや、でもさ、横に広いけんさ、姉ちゃんの場合大丈夫、全部ちっちゃいから。いやいや、横に広いけんさ、全部ちっちゃいから、ちょっと聞け人の、横に広いからこうおばあちゃんだったらただの顔がでかい人誕生してしまうやん。大丈夫、ちっちゃいから。いやいやいや、だからお姉ちゃんはもうこんなにデコが広くても、ここに目ついて、ここに口ついとったらめちゃくちゃ漏れるなって。すごい、口は下にあるよ口は下ないやん違う、それは顎がないだけで、口が下にあるんじゃないから、顎がないだけのね、お姉ちゃんの場合は。マジで顎ないわ。顎ないのこら、顎ないのこら。顎は欲しかったよ、お姉ちゃんやって。分けてあげるよ、この長い顎。なんかさ、じゃあね、ほんまに顎ないからさ、ほんまに笑ったらさ、まん丸やね、アパマみたい。ね、本当に顎ないの。こうなの、顎が平行なんです。に、私顎がこういうのが理想だったな。あこーって、もこー。顎ある人マジで羨ましいやもん。顎がない。こうやってちょっとの、こうやって伸ばしたら、いいんちゃう。どう？ちょっとキモいんやけど。伸ばしたらキモいんやけど。ピヨン。きっしょ
きっしょ、だいぶ事故っとるよキモいね、キモいね、なんかね削るんじゃなくて伸ばそうとしてたのがキモいよなそれならこっちを削るって話だそうやな、ここ伸ばす、ここ伸ばそう、そうでかくなるで確かに、確かにそれは嫌やな、どう頑張っても顔なんてでかくしたくないもん、足して割るにしようや、足して割るにしたら最高やと思うでねーね、あでも全部足して割るにしたら全部ねーねーパズチじゃない輪郭だけで大丈夫よ、輪郭だけで大丈夫、ごめんごめんやけど輪郭だけで大丈夫よな、本当にな、対照的やな真逆って感じでもさ姉ちゃんはさ本当に丸顔だったらよかったなって思う、あのより見分かる、うん、ベースボールやっていたんや、あそう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 、よく言うやん、もうめっちゃコンプレックスやからな、めちゃくちゃ嫌やもん、だからもう鏡で自分の顔見るのがてっきり、でもここないのよな、えあるよめちゃくちゃ、ちょちょちょここ、こっち見て、ほらここだってマリア見て、なんで料理が多いっけ、なんかすごい余白、隠したらすごい余白じゃない、そうでも顔ちっちゃいけどな、あんなもんこれないとすごい余白じゃない、一緒一緒、お姉も一緒、顔ちっちゃくないよ、ちっちゃい、ちっちゃい人に言われたら何やみにしか聞こえない、いやいや変わらん変わらん、変わる変わる変わる、なんかさ妹とよく写真撮るんですよそしたらさすんごいねえねえ余白がすごい、あ横幅がすごいねんなそれあれ輪郭の面積ってことやろ、あそうここのね、大丈夫パーツ妹子の方離れとるから離れてないよ、離れてないよ、目離れとるよ、全然離れだよね、もう離れ気味や、出たつかって言ったら寄り目ではない、あ寄り目ではない、うん、どっちかって言ったら離れてるかも、心のさ広さ羨ましい、眉と目の距離狭いって言いたい、うん、いやよくないよ、いや良いよ、なんか狭い方がいいって言われるやん、うん、やけどな姉はよくあるこの前髪と眉毛の、あ違う前髪と眉毛じゃないわ違う違う眉毛と目の間の間に前髪が来るのがすんばらしく綺麗やと思うよ、人を見てて、でも姉の場合そうすると目に直撃するわけ、バババババって痛いね、だから姉いつもパッツンにするときさもうおんまゆなの、この眉毛ここに沿って切ってるからもうここなのよ、私は眉毛つながってるように見えるって言われるわけ、あだからあんまり近すぎてもよくないのよ、これがさベストって言って、あそう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 、でも逆にさこの距離やとさこれ以上こう上行ったらね、うん、めっちゃ目腫れぼったく見えるやで、あそうなん、それちょっと分かる、なんか謎の空間生まれてない、あ確かに確かに、だからやっぱそのそのこのこのなんちゃらゾーンがいいんちゃうの、この間にね入れれれば、うん、でもこのその代わりここのさやっぱさ距離がさ短いといいよね、うん、ねえ上にねえなんか上にめっちゃ行ってるからな、全てがこれでもうちょっと目がこの辺についとったらいいんちゃう、ここ全部この辺下げたらいいやん、あこの辺下げたらとどういうこと全部こう下げてこの分デコにしてしまうこっちはなんかマッサージとか入るとすればどうにかなるけど目の位置は変わるそうやな、目ん玉一回取り出して頭蓋骨から割らなあかん、頭蓋骨ってやばいやな、うん、そうそうそう、だからさ難しいよね、でもやっぱさ一番隠せるのはやっぱデコよ、デコデコデコやな、うん、だからやっぱ下重視に寄ってる人が一番羨ましい、だって隠せばいいんやもん、重めパッツンが可愛いよな、うん、わかる、そっちのさロリーに寄りたいのにさ、そう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 、ちょっと真逆すぎて、だって姉ちゃんがさまずこうせなか、そうだって姉ちゃんがさ、うん、何デコが狭いんだよだから何が言いたかった知っとるわ、なんかだからこうやってあの下に寄ってる人がとりあえず羨ましい、だっておでこさえ上げれん、おでこ上げたらうわっおでこ広いねってなるけど上げへんやんそんな、うん、デコ広い人がさデコ上げる上げへんやろ、隠してるやんわざと、それで顔ちっちゃく見せてるやん、そういうことなんですよ、そういうこと、いいね、マジここの距離上げたい、えここいやねもういらんって十分やって、え顎ないけどちょっと出たら顎できるそうなんや、私はここを削ってもらって、そうだからさ下重心の顔の人がめっちゃ羨ましい、理想ですね、
まあもう理想はとりあえずもうミニマムな顔よ。もうおでこも普通の広さ、顔もえらいちっちゃいみたいな。それ以上ちっちゃくない。いや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 、全然ちっちゃくない。いや姉ちゃんはちっちゃいっていうか縦より横を縮めてるって言った。ああね。それは痩せればいい。いや骨骨、いや姉が痩せたらここが動きていくだけやから、こことここ骨なんやから。知っとる。姉が痩せたら、姉が痩せすぎて疲れ切ったらマジでこけとる。ここ知っとる。マジでなんかさ、それもさ、こけるのもさ多分骨がね出てるからなんですよ。こことここ、この頬骨とここの骨が出てるから、ここがね、で肉がここなんやから、ここがこうなくなっちゃうから、痩せすぎるとこける、こけ出すんですよ。この骨がない人だとね、痩せすぎてもこうキューってなるんやけど、どこ、ここの骨がね、はあの出てない人だったらこうキューってなるやん。私はもうここキューってなるからさ、間やもんね。そう、間がね、間の肉だけがなくなっちゃうから。そうなんです、いいんか悪いんかって感じ。なんかそのさ、骨をねしいのがいいって言ったりもするやん、人によっては。海外の人って結構骨骨しいやんか、うん、それがいいで、それはでもちゃんと凹凸があるけん、おでこちょっと出てって、眉とおでこ出てて、そう、目が奥まってて、ね、奥まってて、鼻高くて、マジで、あ、そう、聞いて、この前さ、ねえさ、海外の人がおってんけどさ、うん、もうびっくりするぐらい鼻が高くて、もうやばいよ、ここもポーンって。え、知っとる、あの西洋の人見た時びっくりした。びっくりしたな。え、なんかさ、トゥーンって、ねえが海外行った時な、下向きの海外行った時な、海外の人ってもうほとんどマスクしてないの、みんな、シンガポール、そうそうそう、だからみんなもマスクしてなくて、久しぶりに海外の人の鼻を見たわけ、うん、もうびっくりしたわけ。マスクしとったも突き抜けとる、ガン見しちゃってさ、姉ちゃんあまりの鼻の高さにさ、わあ、そしてまたビューティフォーフェイスだったの、うん、なんか結構もうお母さんお父さんぐらいのお年の夫婦の方だったんやけど、うん、ビューティフォーフェイスだった。男性の方もビューティフォーフェイスだったし、女性の方もいい、もうめっちゃ目、もう彫りが深くて眉毛がめっちゃ出てて、目がクッてなってて、で目の色がすごい綺麗で、で鼻もトーンで、顔もキューンだって、うん、わあ、日本人がよく海外の人の顔に憧れる理由がよくわかるわって思った。久しぶりに顔を見て、そう、まあでも逆にね、海外の人からするとさ、こう日本人のさ、いわゆるこう、まあ、あまり凹凸のない顔がいいっていう人もやっぱおるよな。そうそう、なんか日本人らしくて、なんかそれが好きみたいな、なんかやっぱりないものねだりですね、これまたね、絶対そうなんですよ。なんかこうさ、簡単に取り替えられたらいいね、ピュピュピュッつってね、ポッポッつって。でもさ、この顔のペーとしての鼻だけ高くてもいいって言わないけどな。あれはトータル込みで綺麗なだけであって、なんかね、なんかすごいよね。だから久しぶりにさ、その海外行ったり海外の人を見た時にもう衝撃、それこそびっくり仰天しちゃったよ、私は。鼻の高さに、ほうほう、すんげーと思って、マジで、いやーすごいよね、本当にね、うん、ないものねだりっすね。私ないものねだりしかしたことないもん、逆に言えば。ないものねだりというか、もうコンプレックスしか気にならんから、自分の中では。もうこれが嫌だと思ったら、もう何を見ても、あ、これをバカにされてるんだっていう認識しかないの。これを笑われてるんだって認識しかないから。大丈夫、うん、でなんかそれこそさ、それを好きで追ってくれてる人がいっぱいおるんやから、まあ、ありがたいことにさ、そのさ、美しい顔36位とかになったやん、もうより一層プレッシャー、もうこんな顔で36位で大丈夫ですか。逆に自信持てる。え、持てない。 逆だったね。なんかより一層、顔に気をつけないといけないんだって思っちゃった。いい方向に持っていけ、いい方向に、ね、小顔矯正行きたい、うんうんつって。意外じゃない、年の場合。そうね、気にするって言ったら、そうそうそう。私は上と下で鼻の数が違うせいやからな、これは完全に。鼻の数、はぁ、びっくりした、鼻の数かも。日本生えてないけど知らない。そうなんすよ。
だから噛み合わせがね合ってないんですよ。噛み合わせが合ってない状況でご飯を食べてるからね、よく痛くなるんですここが。そう、親知らずはね生えてると思う奥歯に。じゃあなんかちょっと前道痛いなと思ってた。そしたらさ奥歯をあーんするやん、うん、1本 こっちやったかなこっちやったっけ、1本だけ多いねん。じゃあ生えとる、生えとるやんな。だから一時期めっちゃ痛いと思ってて親知らずちゃうかなと思ってた。知らずやん。それでねあーんってしたら歯の数がこうなってんの。だから1個多いねんこっちが、うん、じゃあ生えとる。そう生えとるやんな。めっちゃ眠っとる。そうそうそう。でも生えたとってな別に歯の数は変わらんねん。だって少ないもん歯が。下に生えてほしいんじゃない。うん下に生えてほしい。上に生えたら、うん、下あ下に生えた片方だけ生えてる。こっちも出ておいでー言う時、うん、でも別にって感じ。だからさ歯の数が少ないからさここをシュッとさせようと、あの結構ここがシュッとした人って矯正で歯抜いてキュッて締めてるからここがキュッて捨てる人がすごい多いんですよ。メンバーとかにも矯正してさここが結構シュッとしたメンバーとかいるじゃないですか。あえて結構矯正で変わるんですよ。でも私の場合歯が足りないからあの抜く歯ないんですよ。だからキュッとさせたいんだけどもうさせるものがなくて逆に増やさないからの歯が足りないから 歯が足りないからどっちかっていうと増やす方なんですよね。そうだからそれが効かないんですよ。だから歯はやっぱ普通に飾った方がいいと思うよ。なんで歯のね少ないんでしょうね。私もよくわかんないですね。ね、そう悲しくなっちゃうよね。私が本当に歯を抜いたらこれ。ここの問題じゃないんじゃない。歯から来るものじゃないんだ。小顔矯正が一番いいんじゃない。ここをグーッと、うん、広がってるけんじゃない。ねえねえ噛み締めすぎて。そうなんよ。食いしばっとる。食いしばってるから。絶対それやって。うん、姉ちゃんよく自分のグッてしとるやん。自分のね舌よく噛みちぎってはないけど。あの切りとったなくなったら。あの歯を歯じゃないわ舌をよくグーって噛みすぎて朝起きたら舌めっちゃ痺れてることあったもん。いったーって何に我慢してるんか知らんけどめっちゃね食いしばりは確かに私すごい。何を我慢してるんですかね。マウスピースして寝てるよ。だってマウスピースしたら食いしばれないもんなんですか。マウスピースってあのボクシングがやっとる、ボクシングじゃないボクサーがやっとるマウスピースってこと。あのあれあれやん、なんかあの歯ぎしり防止でさマウスピースつけて寝る人もおる。へえ、あのボクサーの人いろんなのある人なんかかやけガムみたいなあんがってなってなんかグニャって舌かまへんようにしてるやつってこと。それとも歯の矯正に使うようなマウスピースのことを言ってるのかな。どっちなんだろう、なんかちょっとわかんないけど。え、小顔系の会話でしたけどめっちゃ痛かったって。そんなのに耐えれる気もしない。ボクサーの方とかいびき防止のマウスピースとかあるよ。だって、すごい、マジか、そんなもんあんねやな。はあ、今時の文明の力はすんごいな、尊敬しちゃう。歯ぎしりはしないね、食いしばりはすごいけど。顔取れるかと思ったやって、そんなのには耐えられる気はしないけど。でもさ、なんか人ってさ垢抜けたら顔ちっちゃくなってるよね、うん、あれなんでなんだろうね。痩せてるからかな多分ね。え、本当嬉しい、うん、でも確かに過去の確かに昔のお姉ちゃんは本当にアンパンマンみたいだった。パンパンやったし、なんか知らんけどなんか目もなんか開いたよね。あ、開いた。なんか昔はお姉ちゃん本当に目がこんなんだった。なんか答えもなんかね、なんて重いというか、ね、そうてか目を開けることをせんかった。こんなんやったなんか目を開けるのめんどくさかったかな、うん、分からんけど、なんか重力に目が勝てんくてずっとなんかこんなんやったんやった。でもさ、そういうメンバーめちゃくちゃ多いよな、うん、
結構昔の見るとみんなみんなこんなんじゃない、結構みんなこん見分けることをさ多分あの意識しだして目が開くようになったんだと思うんですよ。本当にそれって大切だと思う。重力に勝とうとすることって必要なんだなってめちゃくちゃ思いました。あでもさなんかさ姉のさ昔のやつとか見よったらさあの若干やっぱねチミに似てたりする。うん、えだからなんかこうもっと目がつっとるこの感じ。デビュー当初のネネと今のイモコが似とん。ちょっとこうさねポニーテールしとってさめっちゃ目つりまくっとったけんさすごい似てるんよな顔。だからネネをつり目にして目を細くして長くしたらイモコや。うんなんかさ。目安定してなかったしね、うん、っていうかシンプルにさ昔の私はちょっとブサイクすぎて本当に無理。おうおうそれに似とるってブサイクって言うとるやないか。いやいやいやでも今は似てないやん別にその昔の姉に似てないよ今。え似てないよ。なんなら今の姉のたまに似てない写真この前写真を自撮りをした時にめっちゃ妹に似とってあの家族にえめっちゃさこれ妹に似とるんだけどって送ったんよ。なあ似とったやろあれめっちゃ似とったやな雰囲気そっくりやった。そう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 めっちゃ似とってんびっくりしたよな。やっぱ兄弟なんやな思った。うん？あそうそうめっちゃ似とらん。あ確かに、ね、目がこっちちょっと狭かったけど。あ、ほらほらか、ちょっとなんか朝で目腫れてたやん。同じやん。ああ、ですね。やっぱさ、似てるんよね。本当によく。もうパーツは見たら全然違うんだけど。え、そう。ほら。ああ、ねえねえより若干釣り目なんかな。え、だいぶ釣り目やね。そうやな。姉も釣り目釣り目って言われるけど妹の方が釣り目かもしれん。全然釣り目、うん、ん今はアイラインで下げてる。一緒一緒姉も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 すっぴんの方が垂れてない目。あうんすっぴんの方が垂れとる。なんでえだからくくってないけんこれ重力で引っ張ってるだけやから。そういうこと。そう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 。すっぴんの方が垂れてんで垂れ目やんな。だから髪の毛を何やろ引っ張らん髪型した時の忘れていつもの感覚でアイライン引いたらめちゃくちゃ垂れ目になっておおミスったミスったってなる。いつも引っ張られてるのを引っ張られてる手でアイラインを引いてるから結構下に下げて引いてるんですよ私。だけどそれを忘れてたらえらいえらい下に下げて描くやないかみたいな良くなります。そういうとこ気をつけとかないのとなって。でも釣り目でも可愛いから大丈夫。え、なんで私ちゃうわ。なんで私やねん。私ちゃうわ。可愛いよ。いやいや。え、ねえねえがこれしとるって知らん人も普通になんかお姉ちゃんあお姉ちゃんいるんですねとかってうんめちゃくちゃ可愛いっていう。あ本当。うん。ありがとう。相手は誰か知ってないけどあそうなんだって言われる。うん。ねえねえ知らん。すっぴんだとね確かにね私メイクがねなんかねあんまりねメイクが濃いって言われるよく。なんか薄い方がいいって言われるんやけど私顔が濃いからや。薄いとさ しじみにしか見えないんだよ全て薄い。なんかなんかでもグラビアの時ってほんと薄いんですよ。でもなんかあれぐらいでいいよみたいな言われるんですよ。でも私からするともうあれはやってないのと一緒なの。え薄ってなるわけ。本当にやってない気分でしかないのよ。でも実際アイソバの色が濃いとかじゃない。ああ濃いね今なんか色入れる系じゃない。だしなんか、まあ、舞台用でさ照明浴びてもある程度発色するに濃く全部作ってるっていうのもあるんやけど、まあ、基本アイドル業してるじゃないですか。なんか濃いから濃いのに見慣れすぎてこうグラビアの時ってさもうアイラインも本当薄いしあのアイシャドウに関しては本当になんかもうベージュみたいなのとかしか塗らないんですよ。てか塗らない人もいるんですよ。でチークも本当になんか肌なじみのいい色みたいな多くてマスカラとかもなんかあ
お気持ち程度しかやらんから口の色や口の色、ねね、口の色ないと顔がぼやけるけそうなんやってそうなのだからねえはほんまにあのね元々の血色がないけそうなの口の色マジでないのよ本当にやばいよな本当に怖いよなだから口の色を私結構パキッとした色をよく塗るんですけど口の色を落とすと本当に顔がぼやけるんですだからメイクしてまあ私たまにメイク返ししてるか分かると思うんですけど口の色を塗ってない時って結構あれってなってその感覚で例えばもうアイシャドウとかアイライン濃くするとリップ塗っただけえらい濃くなるんですよだからつけ出す時はリップトリマー塗ってからのじゃないとだからリップって本当に大切だから私ヌーディーの色とかベージュっぽい色が本当に合わないボケる顔が全部ぼやーってしちゃうから赤とかピンクとかパキッとした色の方じゃないとダメなんですよねそうでも逆にね赤とかつけると似合わない人もいるじゃん口だけが主張してなんか他がぼやっとしちゃうみたいな人もいると思うんですけど私はね逆なんだよなだこれは人それぞれなんですけどそうでもねすっぴん薄い方がいいってね薄いのもいいよってよく言われるうんいや薄いのはまあもうまあ薄いのはもうショールームのすっぴんでもうすっぴんやけど許してもろて許してもろてお願いしますでも分からん薄くなる日が来ると思うよ年取ったらみんなメイクは薄くなるっていうなんか引き算がとても上手になるよって言われるようになるからあの年取れば薄くなるでしょまだ今24だからあまだ3やけどだから多分20アラサーになったら5を越してくるとみんなだんだん薄くなってくるらしいなんで薄くなってくるからまあその時を待ってくださいな皆さんゆなちゃん鼻が高いあゆなちゃん鼻高くないよ高く見えるだけ高くはない姉ちゃんは芝鼻だよ言っとくけどこっから出てるからねこれがまあいいっていう人とっていう人とどっちかかなでもやっぱねわし鼻じゃない方が横顔は綺麗だねこのこう滑り台式の人の方がやっぱり横顔は綺麗かも足花だとやっぱちょっとカコンカコンって見えちゃうからこれはあの人それぞれだと思いますこれいいですねあれパパは足花やったかいな足かあれじゃなかったか写真見てみようどうだったかいな足花だったっけないや違うかわしじゃあ微妙あーでも若干じゃない、うん、多分ゆいなもゆいなも若干のわし花なんかあのもっと出てる人って結構カカンって出てるんやけどそこまでじゃないやんネームのわし花こんな感じ基本パパですねパーツは本当にパパっぽいパーツだけ見ればパパ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 って感じ全部パパ目も鼻も口もパパうん全部パパ眉がママで輪郭ママママ妹子が逆っていう。うん、逆。パーツ全部ママで輪郭がパパ。パ眉毛と、うん。なんで悪い方。いや別に悪い。それママに失礼だろ。それママに失礼だ。二重欲しいやん。こういう。それに似たせいで老けておりますわ。きつく見られますわ。わかります。あなたは幼いぞ。いや老けて見えるってめっちゃ散々言われたたて。AKB になって。でも昔からネーネーが可愛い系で妹子が綺麗系って言われて生きてきたんよ生きてきて生きてきたはずなんやけど AKB 入ったらわあ老け顔だねって老け顔だとは言われんけど大人っぽいね大人っぽいねっつってまだ10代なのに20代だと言われなんかえらい老け顔って言われすぎてあ私って老けてんねんやなって思った老けてんねんやって思ったよそれまではだって私老け顔やって思ったことないもん自分のうん思わんかったけど、うん、妹子が言われすぎてだけど違うね多分アイドルになってる子がやっぱ童顔が多いんだよ可愛い系がやっぱりどうしてもアイドルって多いからやっぱさ綺麗系になると女優さんモデルさんになるやんか
やっぱ可愛い系ってね、童顔が多いんですよね。ってなるとやっぱり私は老けてたの、きっと。でもそれを聞いてね、すごい老け顔だってコメントでいっぱい言われたためにすごく思った。じゃあ私より老けてる妹は果たして何歳なんだろうと思ってずっとそれ言われな、ほんまに、うん、だからめっちゃ可哀想だった。なんか今の方が年下に見られる、うん、なんかやっと追いついたって感じ。本当でもな、姉ちゃんの中ではもう君は本当にちっちゃい頃の気分ちっちゃい頃の顔しかポーンって出てこんから、昔の顔がこれ出てこん。その数年前の顔分からん。今の顔は出てくるよ、今その目の前におるやん。ちょっと前の顔は思う。そう4年前とか、あ、一緒におらんかった時、うん、そう、姉がもうこっち来とる時の顔、うん、あんま合ってなかったやん、本当に帰ってきてないもんね。全然帰ってきてなかったから、一方的に見よったよ。そうだから姉の中にある記憶は本当にあのちっちゃい頃の、あ、ちっちゃいって言ってもあの身長ちっちゃい時の、そう身長ちっちゃい時の小6とかね。そうあの顔の方が印象が強い。小5とかまでじゃない、だってね、目が入らない。そう、でも小学校の時ね仲良くなかった仲良かったよ。いや、前のは嫌われていや、めちゃくちゃ嫌ってたよね、のこと。違うだってな、妹子がひっつけ虫よ、それは怒るけ。だってな、嫌なんや、昔な、いいこんなお姉ちゃん欲しくないって言われたんやで、ね、嘘言ったんっけ。うん、いつ、ちっちゃい頃、こんなお姉ちゃんじゃない方が良かったあれじゃない、ねえねえがツンツンしとった時じゃない。そう、なんかいとこの、うん、お兄ちゃんがおってんけど、みたいな、お兄ちゃんが良かったくそ今じゃもうえらいこき使われてますけど、お姉ちゃんは本当にかわいそう。本当に大丈夫、ねえねえ大好きやから、本当に今はやってなんか自分が成長してからなんか好きになったよな。本当そう、姉ちゃんはもう妹に負けてたから、すべてにおいてえーってなってたからお姉ちゃんはちゃんと怒られる妹っていうな。そうなんかいつもお姉ちゃんでしょみたいな、あの怒るんじゃなくて、うん、何やったのって怒られる方、お姉ちゃんに何やったの、気が強いからお姉ちゃんその気の強さにいつも負けてる。でもずるいんよね、でそれ知ってる、ちょっと間さやり返してきたくせに最終なったからさ妹が最終怒られるんよ。ちょっかいかけてくるのはそっちだったりする。いや、そんなことない。あるほんと、なんか妹が怒るようなことを言うて、ね、でめっちゃ短期やったからもう怒って、でちょっとやり返して、あ、これは負けると思ったらイーンってでもな、マジでずるい。でもすごい妹の無意識なところで人が嫌がるタイミングでちょっかいをすごい出してきよったんな。昔ママとかパパにもよく言われとったやん、タイミングが悪いって言って。ねえねえはマジでうまかったやん、それが。うまくないよ、姉ちゃんは何も考えてなかっただけ。いや、アホやったから、何も考えずに回避してたそうだからアホなんやったのそ, うだそれで妹はすごい怒られてたっていうか、ね、そのタイミングの悪かったの、うん、なんか火ついたところに油注ぐ、そうだよって、本当に油注ぐの天才やったからな、めちゃくちゃタイミング悪い時ばっかり言ってた今思えばバカやな、本当にアホやったと思うマジでそうなんですよ。面白いよ、人の顔色をうかがわずに行くからこの人難しい。でもいいことやと思うで、逆にあんまり人の顔色ねうかがってるとね、何も言えへんし何もできんくなる。もう典型的なタイプやから、それがもうこそっち側に来てます、ね、本当に典型的なタイプだから、それはあんまりよろしくないなって大きくなってから思った。人の顔色とか、うん、人のことを気にしすぎて自分で発言ができなくなっちゃうっていうか、うん、発言することが怖いって思っちゃうし、こう言ったら嫌われるとか、言った後にうわこれもしかしてこう捉えられたかなとか、失敗したなってめちゃくちゃ反省するタイプなんですよ、私。そこはめっちゃ思う。だからで見た目も結構すごい、今回の五反田タイガーさんの時出演させてもらったけど、その前の時破天荒フェニックス出させてもらったんですけど、あれもう劇団、まあ、あのオダックさんなんですけど、ほぼね一緒なんでの時もすごいクールな人だと思われたらしくて、結構クールでなんか私は私なんでみたいな、結構まあ話しかけないでみたいなタイプにすごい見えてたっぽくて、そうでもまあ実際喋ったらそんなことなかったってまた言われる、絶対初発印象 100% 言われるの、これをもっとクールでなんか私は私だから、あ大丈夫ですはいみたいな風にサバサバに見えるってよく言われるくて、だからそれでプラス人見知りで
喋れんから喋れんし、えっとって思っちゃうから余計に多分それが引き立つ、うん、なんかきっかけがあればよく喋るし仲良くなるんですけど、きっかけができるまでがすごい長い。マスクしとったらねえね怖い。ほんと目がでしょ、目が目強いけ。そうなのよ。であのなんか元気ない時の目は本当にしんどるよなじゃあ姉ちゃんさ目がしんどんやって、基本的になんか光が入ってない目してるから、うん、水分量が少なくて目の目に光がどうしても入る、水分量が多い人って目水分であの光って反射するやん。だからこうナギとかって目の水分量が多いからこうキラキラしてる。うち目の水分量が少ないから反射する水分がないので目がすごい黒く見えるんですよ。だからほんと疲れてる時とか死んでるよね。なんか目いってモテるもん、こうやってボーっつって。だから昔よくメンバーにも言われて、ボーっとしとる顔が怖いって言って、うん、すいません人間なんでもうボーっとすることはあるんですけど怖いって言われてた。でも私はマスクしてる自分が一番可愛いって思ってる。なんで？だって顔の上半身にしか自信がないから。うん、だからマスクしてる自分が一番可愛いと思ってるマスクしてると怖いよ。そうそう、いや怖いって思ってもなんだろう、あの自信のある方しか出てないから。まあまあまあ、そうでしょ、その気持ちは。あでしょ、顔の下半身コンプレックスでしかないから、マスクしてる自分が一番可愛いって思っちゃう。でもよく怖いって言われる、うん、目がでかすぎる圧が、そう眼力やばいって言われる、眼飛ばしとんかと思うよく言われる。それはそれはよく言われる。そういうとこだけ似とんな、眼飛ばしとるとイランドルね。え本当に目つき悪いって言われるよ。別にそんな気持ちで見てないのな。えそう、えなんかニラマンと言って怒っとるって。そう、しかも普通に微笑ましく自分は見てるだけだったりもするの。なんかこうやってちょっと子供とかこうやって可愛いなとか思って、こうやってマスクしてこうやってずっと見てるだけやのに、それがなんか迷惑そうに見えとる、取られるから、私はもう可愛い赤ちゃんともちゃちゃちゃ見てる。お前にこうやってしちゃう。ちっちゃくするチラ見してる、それが一番いいのよ。チラ見もなんか迷惑がとるように見える。そうな、もう何がいいよ。じゃあやっぱタレパンダみたいな目の人が一番いいんじゃない。ちっちゃくてフリフリしたり、ちっちゃい子は何みたいな顔見てくれるんですか。なんかさ、やっぱタレパンダが一番いいねんって、目が垂れとる人。だって目垂れとる人って怖くないやん、睨んだとて。でさ、別にさ笑ってなくても愛嬌のある目ん玉してるやんか、うん、垂れてるからめっちゃいいと思う。めっちゃいいと思う。なんかさ目がつってたりとかさ、こう目がさあれする人ってさ、こう笑ってないとさ、もうほんとなんかねそう見えてしまう。でも目垂れてる人ってさ可愛らしいやん、垂れてるだけで可愛らしいやん。もうだからもう結局やっぱ垂れパンダは最強ってことで家にめっちゃ垂れパンダあったくない、うん、それねえねえじゃない、そうやで。ねえねえにそっくりやったから、うん、ママたちがいっぱい買ってた家にいっぱいタレパンダあったの。ねえ、次女は全く逆に釣って出てきたから男の子みたいな顔しとったし。そう、あんまり覚えてない。ベイビーの時すごい男の子みたいな顔しとったよ。そう、全然覚えてない。それやっけ、えらいなんかキャッキャッキャ言うて走り回ったイメージしかないんだけど。それは幼稚園やな男の子に混じって男の子としか走り回らん。もう本当におままごじっとしとるんが大嫌いだもんな。もぞ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 しとった。だからもうすごいインドアとアウトドアだったからな。わしはお家でお絵かきしたりままごとするのが大好きだったけど、お絵かきした記憶ないわ。お絵かきもしないしままごともしない。タタ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 やったから似たーってしてな悪そうな顔してる。そんな顔してる。走り回りやったから。前の足はムキムキやったがちっちゃい。いいやん。私ママにさ、うん、あの太ももがとか言ったらさ、うん、あんたはちっちゃい時からしっかりしとった。走りすぎやわ。太ももだけはしっかり。じゃあもう無理やん。生まれつきやね。でもね、もう部活しだしてムキムキになったら、やっぱチャリ通と。あのあっこのさ坂をさ毎日登ってたよ、チャリンコで。しかもさボール持ったりしてやってたから。ボールソフトテニス部のボールをあっこまで持ってってさ、チャリは坂やんか、しんどかった。あれを毎日やんよってな。で部活もさ屋外走ったり筋トレもしよったけんさ、
ムキムキやったの。でも痩せて。痩せたんじゃないのよ、筋肉が引き締まった。引き締まった。今よりくびれあったよ。いやほんまにあの、ね、びっくりするぐらい今よりスタイル良かったね。そうダンスやっとったやん。何やった。あれの動画見たらさ、めっちゃスタイルよな。お腹ペタンコやったもんな。キュッキュッってなってた。別に何やってたわけですよ。ちゃうけど。うん、顔は今の方が可愛いけど。顔はな。シュッとしてるな今の方がな。黒いし。うん、でも体はあっちの方が締まった。でもその代わり今より足はだいぶムキムキやったけど。筋肉すごかったからな。あの足だけ見ると本当陸上部とか、うん、そっち系の足してるって言われとった。めちゃくちゃ言われよった。だから一切あの足の出るものを履かんかったね。まあ、日焼けもしてたんですよ。あのパンツ焼けとショーパン焼けとあの靴下焼けがひどかったんで、夏でも長ズボンとか。ええね、私服のイメージないんやけど。ずーっとそらだって基本土日も部活でしたからね。ノー部活でだけだったよ。部活してなかった。週1だけ。週1それ以外ずっと部活しよったよ。やばいよな。私服なんてあんま着てなかったな。体操服ばっかやった。体操服とウィンドブレーカーばっかやった。まあでもね、どうなんだろうね。でも運動部の足のつき方って独特やからな。なんか運動せんと、なんて言うんだろうな、あのそういう運動の仕方じゃなくて違う運動の仕方して、やっぱあの筋肉つけた方がね、見た目は綺麗よ。やっぱ運動してる人の筋肉ってこう、運動してる人の筋肉じゃないですか。じゃなくてこうシュッキュッっていう筋肉がいいんやったら、やっぱなんかそういうのじゃなくて違う、こうなんかそれに特化した運動の仕方した方がいいと思う多分。でも私はもう中学生から部活しちゃったから知らんけどそうそうそう。まあでもどれだけ運動してもね、足あの筋肉つかないっていう人はつかないね。なんかうちあの、まあ、アイドルやってさ、ダンスするっていうのもあって、また筋肉はすごいつくんですけど、どうしても足、筋肉質なんだよね、足がね、つくんですけど、なんかダンスしても足に筋肉がつかない人は本当つかない。なんかつかないんだよねって言って、そう、筋肉がつかないのって言ってるメンバーもいて、羨ましいけどね、逆に。うん、そうって思うけど、まあでもつきすぎるのもまあどうかと思うんですけど、ボディービルダーじゃないからあれなんですけど、そうそうそうね、なんかその辺はちょっと私にも分からんけど、まあそろそろ終了にしよう。もう11時半や。ゆりなも眠いわよし。あ、明日ね、そう、明日はそのあのフラッシュさんだっけの、あのプラチナフラッシュさんだっけ、フラッシュさんの配信があるから夜ね遅いのよ。でだからその前にやるわ。昼前にメイクするから、メイクして配信15分だけちょっとやろうかな。ちょっと15分だけしかやらないけど、よろしくお願いします。めっちゃ喋ったんで私はもう寝ます。眠いです。もう夜のテンションでブバババババって喋りました。長いお付き合いありがとうございましたというわけで、あ、そうだ、これを言っとこうと思って忘れてましたわよ。あのリアルお話し会がね、決まりましたね皆さん。リアルお話し会とオンラインお話し会と2つ制になりました。だから海外に住んでたり遠方に住んでたりしてる人とか、対面よりオンラインがいいって人はオンラインも選べるし、逆に対面がいいっていう人は対面での個別の握手会も決まりましたから、皆さんお好きな方を選べるっていう、なんて素晴らしいものになりましたので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。だからもしかしたら一回も顔面を見たことがない人もいるかもね。そのなんか劇場とかではあるかもしれないけど、
こういうので顔見し、あの顔見じゃないって顔面を見たことがないっていう人ももしかしていらっしゃるかな。結構でもそれこそこの間のリアルお話し会の時もあのオンラインは話したことあるけどとか劇場とかあるけどこの実物像をこう近くで見るのは初めてって言ってる人もすごい多かったんですよ。そうだから今度はもしかしたら願物に拝めるかもしれないね。よろしくお願いします。ということで私は明日は振り起こしも頑張ります。1日のねイベントがありますのでね、それの振り起こしをね明日しかないから明日頑張ってやって夜は配信して次の日はイベントして、まだまだ忙しいですね。全然3月入っても全然休みはないけど、忙しいですね。3月4日にコタンのタイガーさんのやつもねあるっすね、なんかイベントみたいなやつ、いろいろありますんで頑張りましょう。次は明日配信します。次は明日でもまあちょっと明日のまだちょっとあのあれ集合時間からちょっと逆算してまだ考えてないからあれなんだけど、でも昼過ぎ3時のおやつ、夕方ぐらいかな、15分だけちょっとメイクしてからやろうと思ってるから、そうそれぐらいの時間夕方にやります。もう家出る直前とか家出る直前大好きよね私ね、いつもそうやわにやろうかなって思ってるよん。じゃあそんなわけでランキングを読んじゃったりしちゃったり見ちゃったりしちゃうよん。13位まさとさん、12位キリアさん、11位岡山さん、10位からつさん、9位あきひこさん、8位ヤングさん。お話し会はフル参加、オンラインは悩み中だと。おマジでウェイやった。7位さんまささん初の面談、あ対面お話し会楽しみにしてるねだって、ありがとう。6位マーニャンさん、5位ロバさん、4位ニキオさん、3位食べ過ぎ飲み過ぎさん、今日もよく頑張りましたってありがとう。そしてあ間違えた間違えた、そして今日の第2位はハギハギさんです。そして今日の第1位は地道の走り屋さんです。3月4日イベントでプレゼント渡せる、あーいや渡せないと思う、うん多分渡せないね、渡せないと思います、すいません。はいというわけで、はいじゃあというわけでね、今日も見てくださって本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。というわけでバイバーイ。